はい、皆さん、えー、こんにちは。今回はね、ピンク来ました。えー、というのもですね、まあ、天皇皇后両陛下、まあ、もしくはですね、皇后雅子様のお話ですので、やっぱりね、ちょっとね、話の内容は最初に申し上げておきますけれども、すいません。ほっこりするような話ではありません。えー、なんですけども、やっぱりね、天皇皇后両陛下のお話、ましてやね、どちらかというと、皇后雅子様のお話なんで、ピンクを着ざるを得ないと、いったようなことで来ております。 えなんですけど、ちょっとね、非常に何て言うんですか、何だろうみたいなね話をしておりますけども、というのは、ですねまあ今現在、の例の福島第一原発の処理水ねの話に関して、あ,ある人なんかはですねなんか汚染水といって大延長されちゃっておりますけども、たやですねまあお隣の国だよ。 えー、その C 国とか渓谷まだ渓谷はまだいいんだけど C 国はひでえねはっきり言ってこの風評というかですね、まあ、ある程度のそういったねあの全漁連のね会長の方もその、えー、インタビューでね言われておりましたけどもまあとにかく怖いのは風評被害だよっていうことを言われておりましたけど同じようにですねやっぱりねこのね C 国のね,このね風評のひどさというかですねひどいねといったような中でですね本当にね えー、この漁業関係者の方に関してはもう頑張ってほしいともうそれしか言えないんだけどね、えー、なんだけど本当にねひでっという感じがある中でですね実はこの高質の話に関してもね話がちょっと出ておりました。えー ええとですね、本日ちょっとね、この動画に関しては木曜日に撮っていて、まあ金曜日にね、この動画を流そうと思ってるんですけども、本日この木曜日に出ているこの女性セブンでもね、ちょっとね、サムネイルには書いておきましたけども、え、処理水クレーマーが皇后雅子様を狙ってる、なんのこっちゃみたいなね、何とんでもねえなみたいな話なんですけども、ちょっと今からまた画面変えます。ぜひご覧ください。 はい、えー。でですね、今ちょっとね、画面を変えました。で、今言いましたようにですね、タイトルが、 C 国のね処理水のクレーマー皇后雅子さまに襲いかかるおい勘弁してくれよみたいなね話なんですけどもいやでもねあのこういったねちょっと恐れがあるというようなことで KN 町あたりはね非常にですね憂慮してるっていう話ですまあこういったような時こそですね KN 長だとかそれこそこうねもう何て言うんですかいろんな不祥事が起こっちゃってるそのね皇宮警察だとか頑張れよみたいなことをねこういったような時に頑張らなくてお前らの存在はどういった たたところにあるんだみたいな話ですけどね特に皇宮警察とかに、ね、ちゃんとね警備しろよって話ですけどね、えーまあ、どういった話かというとですねまず天皇皇后両陛下16日から、えー、本日が、えー、これ撮ってるのは7日皆さんがご覧になっていただいてるのは8日ですから来週ですね来週の16日から、えー、全国豊かな海づくり大会ということで開催地の北海道のです厚岸町を訪問されると。 これ、厚岸町って読むんですね。私知らなかったです。え皆さんご存知でしたか私もね、ちょっと海外にいるということがあってですね、へえこれ厚岸町って読むんだ。初めて知りました。ちょっとね恥ずか、お恥ずかしい話ですけど、皆さんご存知だったですか私知らなかった。といったのはなかったですね、まあ、いずれにしてもね、この北海道の厚岸町を、えー、16日からね、えー、来週からですね、1泊2日、まあ、北海道ということもありますので、1泊2日でご訪問されるというようなことらしいんですね。で まあそういったような中でですね、もうちょっと気になるのが、この C 国の風評だよ。というようなことでね、えー、まあもうこれは皆さんご存知の通りね、えー、原産地がね、もう日本のすべて、これね、福島あだというだけじゃなくてですね、日本が原産地だというようなことでも水産物輸入を全面的に禁止しておりますよね。まあそういった中で、例えばね、東京都庁ですよ。全然関係ないと思うんだけど、東京都庁にですね、 そのね、中国語でまくし立てるような電話がもう3万件以上来てるんですって、いや、ひどいねっていう感じですけど、これ、電話を受けるね、都庁の職員の方も大変だね、これね。といったようなことだとか、あとはもうそういったようなことで、もう加熱するね、このね、C 国の人たちによるね、攻撃。 まあ、それで当然、刑務庁は危惧してるわけです。で、来週ですね、天皇皇后両陛下が、えー、まあ、北海道にね、訪れると。で、北海道というとですね、例えば、C 国の人たちがね、えー、不動産を爆買いしてるとか、そういったような事実もあるんで、えー、結構 C 国の人にとってはね、えー、関係が深いんですよね。まあ、そういったようなことで、えー、刑務庁が憂慮してるっていう話ですけどもね。 まあ、例えばね、C 国内のこの SNS ではこんなようなね、投稿あるんですって。私も初めて知りましたけど、安全なら天皇に薄めた各汚染水を飲み干してほしい。だから汚染水じゃないっちゅうに。まあ、でもそういったようなことをね、C、えー、国の SNS では投稿している人がいるんですって。飲み干してほしいだとか。ふざけんなって感じだけどね。あとはね、えー、天皇が各汚染水、ここでも汚染水なんて表現になってるけどね。 汚染水を排,水排出した海で一日海水浴する姿をライブ中継すればいいだとかね。ひどいね。ね天皇陛下はですね、そんなお暇じゃないんですよみたいなことを言っときたいけどね。で、えー、ね。 あるいはですね、まあ、こんなこともあるんですって、この日本に関するものはすべてぶっ壊すことにしたみたいなことで、自分自身が、ね、経営している料理,店料理店で自分のお店をぶっ壊すみたいなね、そんな人も出てきてるみたいです。何考えてんだみたいな感じですけどね、もう本当にふざけんなみたいな、そういったさっきの、ね、SNS の投稿もそうですけど、まあそういったようなね、まあ C 国の連中っていうのはやっぱりこういったことをバンバン書いてくんだよねみたいな話があるようです。 まあこういったようなことが実際に起きてるということで特に経営庁長に関しては来週のねやっぱり C 国の人たちね結構北海道にもね爆買いツアーとか行ってますしね、えー、爆買い、えー、なんとか旅行だとかも行ってますからねなおかつさっき言ったように不動産なんかもバンバン爆買いしてましたからねまあ、今現在ね四国においては例のね恒大集団の,あの不動産ねバブルの崩壊じゃないですけどそういったことでだいぶね久々になっておりますけどまだまだそういったことで、えー、北海道では、えー えなんていう関係が深いような C 国の人たちもいっぱいいるわけですよ。といったようなことですね。まあね、ちょっとひどいわね、自分自身の店をぶっ壊しちゃうだとかさ、ちょっとね、ここら辺、ここら辺やっぱりおかしいよね。<laughs> っていう感じですけどね。まあそういったようなことですよ。で、えー まあ、天皇皇后両陛下というとね、ちょっと後半部分に書いておきましたけども、例えばね、福島のこの第一原発からそれこそ近いね、30km 以内のえ以前ね、高校で被災地を訪問されたりだとかね、非常にこのね、被災地の方々に寄り添われているようなえ天皇皇后両陛下のご姿勢がね、以前からはっきりとしていたわけですよ。まあ、そういったようなことで、今回のこの風評被害じゃありませんけど、本当にね、 えー、このね、福島、まあ当然福島もそうなんですけど、福島だけじゃないわね、日本全国のこの漁業関係者に対してのね、ことをね、思えば、やっぱり天皇、皇后両陛下のですね、お心っていうのは、いかばくなるものか、みたいなね、えー、やっぱり苦しまれておりますよね、と言ってることが想像できます。 といっことです、ね、まあちょっとねこのさっきもね申し上げましたけどもまあこういったような時だからこそね皇宮警察しっかりやれよっていうことはね言っときたいよねまあ刑務長もそうだけどねしっかりとこの警備にまつわるようなことをねこの来週から1泊2日で北海道に訪れるというようなことなので、まあ、北海道のね道民の方が本当に天皇皇后をね皇后両陛下をねまあ生で拝見したいということで楽しみにはされているんでしょうけどもまあやっぱりこの警備だけ はね、しっかりやれよっていうことはね言っときたいなっていう感じですね。はいということで今回はねちょっとねこのね C 国にある風評被害というかねいやひどいね本当にねなんかさ都庁に3万件以上来てるだとかさ何何何何でしたっけ、えー、?SNS 上でね安全なら天皇に天皇陛下に薄めた過去汚染水を飲み干してほしい何、えー、一日中海水浴をしろだなんかちょっとふざけたような投稿が増えてるよねっていう感じです。 まああのやっぱりちょっと何回もね申し上げますけどもこの漁業関係者日本の漁業関係者においてはですね本当に頑張ってほしいなというふうに思います私もねバンコクにいますけどもえやっぱりあのねお寿司好きなんですよお寿司だとかねお刺身も大好きでまあねバンコクで食べるとねあの美味しいものを食べようとするとねやっぱり日本料理店で非常に高級なところに行かないと美味しいものを食べられないんですけどね結構お寿司だとか えー刺身なんかはね、それこそスーパーなんかでも売ってたりするんだけど、全然美味しくないんですよ。なんかね、シャリも美味しくないなぁとかね。ただからそういったようなところで、美味しい、例えばお寿司を食べようとすると、本当にね、高いところ行かないとね。まあ、寿司ローなんかもあるんでね、たまに私行ったりしますけどね、今度またそういったスシローの動画でも撮ろうかな、みたいなことを考えておりますけど、でもスシローもね、日本で食べるのとよりちょっと高いかな。 あの一貫の値段がですね、まあ、そういった中で、ねな,ね、なかなかねお寿司だとかお刺身食べに行こうと思うとですねやっぱりそのまずいものを食べたって仕方ないんでねある程度ものを食べていこうと,よとするとですね高いんだよねまあ、といったようなことなのでやっぱりこのね日本の伝統のお寿司だとかさお刺身だとかまあこの魚介類もそうですけどこういったようなね風評被害に負けることなく頑張っていただきたいなというふうに思います。 はい、といったことで、今回ちょっとね、どちらかというと、情報共有じゃありませんけどね、何、え、回、ー、も言いますけども、航空警察、経営庁、しっかり警備、来週は警備するということをね、最後にお伝えさせてもらいたいなと思いました。はい、ありがとうございました。では、バイバイ。